えー、偏差値50ぐらいの文系大学の5年生です留年した上資格もなく自己 PR も書くことありません就活も面倒くさくして今年の2月から始めました今年の就職を諦めた方が良いでしょうか まあ本当にここに書いてあると何もないんだったら多分今頑張ってもどうせ受かんないので来年に回した方がいいかもしれないですけどただ来年じゃあ一応の企業があった時にどんな PR を書いてどうやって受けようかっていうテストを今年やってみてください。 その例えばじゃあ電通に入りたいんだとするとまあ今年は多分無理でしょうとただ来年電通に入るんだとしたら自分はこういう PR をしようっていうのは嘘書いていいです要は1年後だから1年間のうちに海外留学してなんかすげえ芸能人の可愛い彼女ができてでなんかあの外国でもなんかブイブイ言わせて IT 企業を作って大成功しましたという自己 PR を作ってそれを電通の面接で発表してみてくださいで違うでしょって言われたらすいませんって言って来年実現させてもう一回言ってみればいいんじゃないでしょうか 動画を配信していて変化を見ると言ってましたが何か分かりました配信していてよかったことはえっ、ー、とですねあの「しょうもないスパチャが増えた」<laughs> コロナ禍の影響なのかなと思うんですけどあのまあその,の AKB の CD とかってそのお姉ちゃんが握手してくれるわけじゃないですか言うても2000円払うと。 VTuber とかもなんかその可愛い可かいか分かんないけどまあなんか女の子がその可愛い声でなんか自分の名前呼んでくれるとかメリットあるじゃないですかそのなんかお金を払っておっさんがしゃべるのを聞きたいってちょっとおかしいと思うんですよねでまあ一部そういう人はいるでしょうとなんかそのおっさんがしゃべるのが好きだという人はでもその割合がなんかだんだん増えてる気がしててでこれはコロナ禍でその あのお金を配ったりするのができなくなってるそせいな気がするんですよね。いや、その昔ってあのライブとかがあって、なんかそのライブのチケット買って、そのなんか好きなアーティストとかになんかあののライブ行って、で、グッズ買ってっていうので、そのお金を払うということで、そこのなんかあのお金を払ってるっていうところのその、 なんか楽しみを感じるっていう趣味の人たちが割ともうお金の払い先がなくてでそこのなんか VTuber だったりのアイドルだったりとかまああの普通にそののまああの無人ライブとかやってる人いますけどそういうところのチケット買ってそつばャ投げたりっていうのになってるっていうので,でそこの層が大きくなった結果なぜかそのおっさんにもそれをするっていう謎の人たちの割合っていうのがちょこちょこ増えていて。 だから大体1放送あたり10人ぐらいおっさんに対してこうスパチャをし続けるって頭のおかしな人がいろんなアカウントを作ってやってるんですよね。 なんであの、いっぱい多くの人が投げてるように見えてるんですけど、実際問題これ投げてるのって多分10人ぐらいしかいないんですよ。10人がいろんなアカウントでこうおっさんに向かって投げてて、で、それを見て、あ、なんかおっさんに投げるといいことあるかもって誤解をして、そのなんか610円ビール代です、初スパシャですみたいな人が騙されて払ってしまうっていう、そういう構造になってるんじゃないかなっていうふうに見てます。はい。 えー、誰もが知っている外資系企業で営業職をしている27歳です。年収は700万ほどで社内でも何度か表彰されたこともあり、周りから優秀な人間だと思われています。しかし私自身、英語も喋れず、エクセル等も使えないため、スキルが全くありません。学生時代は体育会一筋で勉強が苦手です。今後、今の会社で生き残っていけるか不安です。どうすれば生き残って出世できるかアドバイスいただければ幸いです。表彰されてるんだったら全然いいんじゃない,いそのあの外資資系って言っても資本家側の その外国人っていうだけで売り上げ上げてるは全然問題ないんですよ。で別にあの売り上げが上がるんだったら英語喋れるやつは英語しゃべれるやつで他のやつ雇ってそいつにしゃべらせりいいんですよ。なので全然問題ないと思いますけどね。あのスクエアエニックスっていうあのゲーム会社で,で FF14 っていうゲームを作ってるあの吉田プロデューサー兼ディレクターっていう人がいるんですけど。で 今は多分、世界売上の方が多いと思うんですよね、FF14 って。まあ,あ、世界中で、まあ、フランスもそうだし、アメリカとかでもサービスしてて。で、あの、アメリカのイベントの E3 で吉田さんが喋ってるのとか僕見てるし、まあ、フランスのイベントで吉田さんが喋ってるの見てるんですけど、吉田さん、英語話す気全くないんですよね。あの、多分もうさすがに何年も海外のイベント出て、いろんなメディアのインタビュー受けてるから、ある程度分かってんじゃないかなと思うんですけど、 ひたすら日本語でででしか言わないすすよねでまあすごい優秀な通訳の人が各国にいてその,あの英語圏の通訳の人も割とあのうまいその,あのハゲたおっちゃんなんだけどその英語的なニュアンスをうまい日本語に変えるのとその吉田さんのなんか面白みのある日本語をうまい英語に変えるなんかセンスのある人で、まあ、っていう人が間を取ってるので別に外国のイベントでも何の問題もなくファンの人楽しんでるっていうのがあるので。 なので、あの本人優秀だったら別にあの外国語喋るやつ雇えばいいんじゃねっていうだけなので、それよりあのちゃんと売り上げを上げるっていう方が重要なので、なので今のままでいいんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、弟が経営者セミナーに100万円キャッシュで必要と言われ、NISA を解約、キャッシングで50万円以上借りてしまいました。果たしてそのセミナーに100万円の価値はあったのでしょうか搾取されただけだったのでしょうかえっ、ー、と、搾取されただけの方に10カ月とかけてもいいでしょうか ね、もうちょっと前に止めてあげた方が良かったんじゃないですか <laughs> 要はあのその名前でググれば多分似たような話が出てきてあのお金払った人でその全然得しなかったよっていう人の体験談とか探せば見つかると思うんですよね。<laughs> FF14 って書くだけで3000円払ってる人がいる、えー、私の YouTube 番組フランスから出演してください日ごさんに相談したら良いですかよろしくお願いします。ははあ なんかあのそういうのを受けてるとキりがなくなるので、今日受けないようにします。